なぜ B 社ダメなんですか。化け向けです。だって B って外れってことでしょ。じゃあ何なんですか。2番手ってことですか。2番線ってことですか。どうでしょう。2番線ってことですか。じゃあ何なんですか B って。僕ここまで努力してきたのに。はい、だから早く B に行ってください。努力が分かるんですか。分かりません。だから B の部屋は後で話を聞く人のための部屋です。B こっちですか。 B こっちですか。ちょっと待ってください。はい。あ、内藤ひな子です。はい。じゃあ A の部屋は。 A の部屋は話を聞かなくてもいい人たちなんです。じゃあ A が外れなんですか。なぜそう思いました。どうして A が外れたと。一発合格の A なんだ。なぜあなたが A だと思ったんですか。だってもう今十分話しましたし。そうして質問に答えてください。はい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 。どうして今質問だと思ったんですか。それとも発言だと思ったんですか。これちゃんと言えたら A なんですよね。もう聞かなくていいから。それ不正ですか。うちはメーカーですから、別にそのお客様の前に必ず必要な人材を探しているわけではございません。それが私なんだ。わーい、春が来た。それは一件目の面接の何ですか。あ、間違えた、間違えた。面白いですね、面白いですね、今のネタ。一応メーカーなんで、何か材料になりたいですか。はい、私を材料にしてください。いいえ、もう完成されてます。いいことです。